さあ、最終日、ザ・ラストデイ、長かったー。長かったー、ビート編最後。ここは、またスクランブル？くそ、一日経っちまったか。7日目か。おい、お前手が、あれ、手がなくなっちゃうよ。まあ、でもスケボーで攻撃だからあんま関係ねえか。そういう問題じゃねえ。こんなの気合でなんとかしてやる。俺はまだ消えるわけにはいかねえ。俺はライムを助け出すんだ。それまでは絶対消えねえぞ。おい、ネク。俺にはマジで時間がねえ。わかってる。早く渋谷に行こう。ああ、今日で全ての決着をつける。はい、どうもトロイです。はい、今回素晴らしくこの世界ファイナルリミックス、なんと最終日でございます。ただね、メインストーリーが最後なだけで、動画は次回以降も少しね、まだ続きますので、ご了承、はい。お楽しみにしていてください。さあ、道玄坂、ラーメン堂。さあ、懐かしのラーメン堂。お、イベントがある。いらっしゃい。まあ、ドイちゃんはね、多分ね、バッジをつけるようなあれじゃないから。どうした少年、元気ないぞ。ラーメンでも食ってけ。おー。ラーメンでも食ってくけど。じゃあ、一番好きな塩ラーメンにしましょう。はい。まあ、購入なんですけどね。食べるんじゃない。毎度どうも。で？ああ、そういうことね。おい、ちょっと待ってくれ。忘れ物だぞ。これは、これから大変だろうか。何でも知ってんだ、このドイちゃん。どうも。ますか？この箱はおっさんが。ああ、そういうことね。今までの箱を全部このドイちゃんが置いてったのね。あ！ドイちゃんついに意識が風邪消えない。おっさん！あ、なんだったんだ。つえ。つえ。つえ。このおっちゃんつえな。疲れてんのかもしれないな。ちょっと休むとするか。バッジでもつけてるんだ、レッドスカル。この箱を置いたのはマスか。ああ、そういうことね。侍の兜。でもこのドイちゃんあれだよね。箱置いたんだったら、ビートのランドセルとか置いたってことだよね。ビートのお父さん？ まさかの。疑っちゃうよね。はい。ここにね、宇田川町にこの紫の死神がいますが、これはスイッチ版の追加シナリオを出すための、ね、条件になってます。この死神を倒すと、シナリオが追加されるっていうね。まあもう、今回も追加済みなんですけど、はい。まあ、ちょっとね、戦いましょう。いやあ、来たね。なんでよ。自分の力を知りたくはないか？知りたいよな。誰だってきっと明確な答えよ。だから試してみるといいよ。そう、スイッチ版の、あ、ニューデイっていう追加シナリオをクリア後のお話なんですけど、それを解放するには、地域編、ヨシュア編、ビート編7日目にいるこの紫のね、死神と戦う必要があって、戦うっていうか倒す必要があるんですよね。で、その3体を倒すと、クリア後にね、ニューレイが追加されます。よいしょ。この BGM なんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。手札が悪すぎでしょ。どこ？どこ？あ、これ？これ？おー、これか。よしよしよし、4は行ったからいいや。4行かないとね、ほんと最低なんでね、個人的に。よし、だいぶ倒した。あとこのゾウさんだけだ。ゾウさん地味に戦いづらいんですよね。このドスーンってやつと、ちょっと振動で動けなくなるんでね。ひるむんでね。よし、倒した。まあ言うてね、強くないんでね、この神々たちは。今は2周目でやってますけど、別に1周目でも普通に倒せたんで、全然強くはない。ただ、数が多かったり条件がついてたらちょっとめんどくさいだけ。さあ、どうだ？素晴らしい！君の実力を認めよう！てんてんてんて。コミッションか、こいつら。それだけか。それだけだ。物足りないから。安心しない。ご褒美は後でちゃんと渡すから。また消えた。さあ、これがご褒美かな？ 1 万円。はい、じゃあ3人倒したんで、ちょっと寄り道してたんでね。本編に戻りましょう。渋谷側行きましょう。
もしもーし、しんがみさん。元気っすか？おい。あー、ダメだ、洗脳されてるわ。すなわちそこは、ダメだ、反応がない。屍のようだ。よし、行きましょう。で、これ戦うんだよね？あ、壁壊されとる。結局キーバッジいらんかったやん。マジかよ。禁断野郎がぶっ壊したのか？あいつもコンポーザーの居場所を知ってなかったんだ。まずいぜ。先越されちまう。落ち着け。まずはゲームマスターの席だ。ライムを取り返してからじゃないと。わかってる。鉄仮面だ。鉄仮面を探すぞ。渋谷側、ヨシアが生き残っていた場所だ。この先にコンポーザーが。本当に羽駒さんがいるのか？ほら、早く行くぞ。ああ。あ、あの死神って戦わないんだ。え？なんだ、メールか？何？小西は影と幻覚を使う。目に見えるものは全て偽りだ。目に見えるものは全て偽り。小西は常に白い闇に身を隠して戦っている。まずは禁断ノイズを混沌の中心に投げ込め。あ、ここで一応ヒント教えてくれてたんだね。戦い方の。彼女の本当の居場所を探し出すんだ。そこから君たちは本当の戦いが始まるだろう。追伸、影に気をつけろ。なんだ、このメール。鉄仮面からか。親切に自分の技を教える奴はいないだろう。じゃあ誰からだ？わからない。とにかく先に進もうぜ。さあ、優しいですよね。ボスと戦う前に情報を教えてくれるよね。はーい、行きましょう。教会の川。さあ、じゃあ、ゼタさん。教会の川の、ほんと教会に立ってるけど。さあ。ゼタをせんだよ。おぉ、ゼタいただきました。本日のゼタ。お前は？マジくたびられたぜ。あれ、コンポーザーと戦いに行ったんじゃないの？またネクたちを待ってたの？どけ、おめえに用はねえ。人よ人よに、人見頃ってね。この先は進めねえ。俺にも壊せねえ結界がある。あ、そういうことね。氷の参謀は鉄仮面の仕業だ。ほうほうほう、鉄仮面だって。畜生、この先鉄仮面がいるのか。やっぱり、一番安全なところに隠れちゃなかった。ヘクトパスクルが、この先にはいねえよ。じゃあ、どこにいるんだ？お前らって、やっぱゼタ丸け。気づかなかったか？ずっと一緒にいて。ずっと一緒にいたのです。かわいいな。さあ、まさかのね、彼らの影に潜んでた。俺の影に隠れてなかったのか。こんな形で出てくることになるのは想定外でした。氷なのに影なんだね。あ、まあ、冷たいもんな、どっちも。で、鉄仮面でしょ。もう全部冷てえな。南本さん、あなたもです。へっ。こんなところに邪魔な結界を作ったお前のせいだわ。想定外の出来事が起こったとはいえ、私の計画は全て順調のようですね。あなたのおかげで想定以上のいいデータを取れました。おい、鉄仮面。ライムを返せ。先に言われた。いいデータが取れたと言ったでしょ？もうあなたの行動を読み間違えることはありません。おい、そんなことはどうでもいい。さっさとここを開けろ。さもなきゃヘド川じゃないや。渋谷川のヘドにしてやる。ヘド川ってなんや。ヘド川コナン。いいでしょう。撤回を解除します。ただし、あなたが梱包祭になったら、私を指揮者に任命すること。これが条件です。へ、寝返ったか。私の分析では、渋谷は終止符に向かって動き始めてます。近いうちに大きな変革が起きるでしょう。そしてこの混乱が生き抜く確率が最も高いのは、独立精神高いあなたです。人並みに怒りやってね。情の迷いも全て込み、あんたも同じ考えみてだな。絶対気に入ったぜ。いいだろ、取引成立だ。では、撤回を解除します。おー、まさかの強敵同士が組んでしまったよ。新たなコンポーザーは俺だ。待て、行かせるか。お待ちなさい。あなた方はここから先には進めません。お前もコンポーザーを裏切るのか。
裏切る？私は統治者に従属するだけです。誰であるかは大した問題ではないね。コンポーザーなど誰でも良いんです。たとえ南本さんが謀反に失敗したとしても、コンポーザーを守護するためにも指揮者は相当の負荷で負うでしょう。それを私が仕留めるのは実に悩ましい。うわぁ、コンポーザーになる気はないんだね。リーダーにはなりたくないんだ。そういうコンポーザーの解放バッジを義務付けた時にはすでに UG の変化は始まっていたのです。芝居の異変はやっぱりコンポーザーの仕業。コンポーザーの真意など想像に及びませんけれども、私はこの子の名を生き延びます。あら、解放あバッジを捨てた。解放バッジ、この偽物をつけたら最後。やっぱりそのバッジが原因か。それに私はこのバッジさえあればあなた方に手厚く勝てます。フライムバッジね。え、それはどうかな。笑うわけですか。見苦しいですよ。私は分析に誤りなど。いやいやい、そもそもてめえ想定外とか想定内とか言ってる時点で分析しきれてねえじゃねえか。それで一番肝心なことを見落としてるぜ。なんですって。梱包材になるのはこの俺だ。俺はおめえみてえなやつは絶対部下にしねえ。ざまあ見ろ。いまいましいクソザル。私にはあんたを分析するのは確かに無理だわ。すげえ本性出してよ。いや、爆寝されてたんだぞ。何？あんたさえいなければ渋谷の変化にもっと早く気づけるはず。頭ばっか使えたら簡単なことにも気づかねえんだ。ハートで感じろよ、ハートでな。熱いこと言う、さすがビート。猿のザレ事なんてたくさんよ。かくらん分子は跡形もなく消し去ってやる。おいネク、鉄仮面は俺狙いだ。だから俺が奴の隙を作る。その隙におめえがライムを拾ってくれ。どの道死神じゃない俺にはライムを呼び出せねえ。けど、おめえなら。で、もし俺が消えちまったら、その時、こういうなんかさ、俺が消えちまったら系がなんかあれなんだよね。キングダムハーツなんだよね。リクといい、ベントスといい。お前の役目だ。確かにそうだな。それじゃ、頼んだぜ。行くぞ。すぐね、結びつけちゃうのもあれですけど。さあ、小西さん。ほんとね、この終盤のボス、戦い方がね、よくわかんない敵も結構いるんでね。で、とりあえずこの、透明になってて攻撃できないんで、この禁断ノイズをね、まあ、打ち込むっていうか、倒せば攻撃できるのかな？禁断ノイズを倒せば、小西さんに攻撃が通るようになる。で、あ、しかも、だいぶ攻撃通ったね。だいぶ通ったわ。で、まあ、こうなったら普通に、この実体の方をね、色のついてるこの実体の方を攻撃して、ああ、もう。そう、こうやってやっていけばいいんで、ちょっとめんどくさいんで、今回シンクロやりますね。シンクロをやっちゃうと多分だいぶダメージ。あー、てか手札悪い。クソやん、これ手札。ボロックスやん。あ、これか。ちょっと待って、もうダメ、2.6。2.6って超最低だわ。ダメだった。全然ダメージ通らんかった。そう。そう。言うたんま強くないんでね。こいつ。戦いにくいだけで。さあ、そろそろ次の段階に行ってもいいはずなんだけど、まだか。黄色いゲージを減らしてから、やっぱ硬いんですよね、最初のゲージの時は。黄色いゲージの時、おっし、来た。で、ここでネク君バッジが使えなくなっちゃうんで、ほら奪われちゃうんだよ。本当は ビートでこうやって戦うしかないんですよね。で、とりあえずビートが、この、小西さんの生み出す鍵を倒して、倒した後に、攻撃通らんな。とりあえず鍵を倒していけば攻撃通るようになるんで、しばらく。
もう一つおまけだ。取らんね。あ、通る通る通る、よしよしよし、通る通る通る、めっちゃ通る、めっちゃ攻撃通る。しばらくするとまたね、戻らなくなるんで、この繰り返し、あ、でも通る通る、よしよしよし、あ、でも普通通るね。影倒さなくても通る、そうでもない。なんかこのゲーム時々攻撃通らなくなったりするんだね。スイッチ版だと。でもやっぱあれか、影倒して攻撃か。あ、だよね。影倒さないと攻撃してくれないから。よしよし、結構。で、これは光ってるところを攻撃すると、ライムが飛んでってくれるんで、最初に攻撃やっちゃえばね、こうやって攻撃できちゃうんで。もし最初にやんなかったら、あの光がどっか動くんで、その光を探して、そこをタップしてライムのバッジを発動させるっていうね。ただ開始早々も光ってるとこわかるんで、そこで連打していけば、最初からね、攻撃できるっていうね。オッケー。さあ、バッジを取り返しました。お腹すいた。よーし。次行くぞ、次。次行くぞ。シャドウマト。さあ、なぜ私の分析の誤りなどないはず。残念だったな。まさかあなたも私の予想を超えるとは。死神でない、あなたがなぜノイズを召喚できるの知るか。これもな。それにあれはノイズじゃない、俺たちの仲間ライムだ。やはり一番の敗因はあのクソザル。あいつさえ消滅していればビートをそう簡単に予想できるわけないだろ。だってあいつはライム、ライム、ライム。ごめんな、兄ちゃんが悪かった。もう話さないぞ。もうちょっと待ってろよ。すぐに生き返らせてやるからな。感動の再会ってわけね。でも、兄、妹、兄弟の絆、本当に本物かしら。そう、その絆ね、あなたのエントリー料よ。え、どういうこと？絆がエントリー料？妹の兄の記憶はあなたのエントリー料だったことよ。妹のエントリー料は別のもの。つまり妹は兄のことなんて何とも思ってなかったのよ。え？あなたのその顔、私の予想通り。そう、じゃあライムが記憶失っていたのはビートのエントリー料。そう、じゃあライムのエントリー料は、て、今はそれどころじゃない。時間がね、先に進むぞ。ああ、そうだな。メールか？コンポーザーの部屋で待ってる。ネクはいろんな人からメール来るね。知らない人から。迷惑メールじゃない？おい、ネク、先に進むぞ。ああ。さあ、じゃあ先に進みましょうか。存在しないものの道。存在しないものの、まあ、完全にキングダムハーツだわ。この先にコンポーザーがいるのか。ここを越えたらもう戻れない気がする。ぐずぐずしなんで、覚悟はいいか。さあ、行きましょう。進むしかないからね。よし、行こうぜ。いや、お腹すいたな。ご飯食べてこればよかった。今日はね、起きてから何もご飯食べてないんですよね。それで実況撮ってるっていうね。お、暗くなった。え？待て。どうした？後ろから何か来てる。さあ、敵かな？また小西さん。ここどこ？暗いし、怖いし、というか臭いし。あれ？この口癖は、シキ！さあ、ネク？それにビートも？どうしてシキがこんなところに？気づいたらここに一人いたんだけど。あれじゃねえか？鉄仮面を倒してゲームクリアしたからじゃねえか？ゲームに勝ったのに。なんでシキは生き返らないんだ。死神に騙されたのか、それとも。で、ここってどこ、みんな生き返れたの。いや、違う。そうじゃない。ここは渋谷側だ。ユージ、どうして私生き返ったんじゃないの。俺のせいなんだ。
俺のエントリー料にシキが。あはは。え、私がシキの、あ、ネクのエントリー料。おー。ちょっとなんか、告白みたいになっちゃってるよ、この空気。それって、ちょ、やだ。なんか照れるんだけど。っていうか、ネク、キャラ違くない？あれからもう2週間経ってるんだ。いろいろあってさ。シキが消えてから、本当にいろいろ。ほら。こうして会えたってことはネクが勝ったってことでしょ？だったら一緒に生き返れるんだよね。そうもいかないの、みたいなんだ。ゲームマスターを倒した。でもあの白い部屋に呼ばれない。俺らルール違反しまくってからな。予想はしてたけど、ゲームは無効になってるんだろう。ゲームが無効？じゃあ私たち生き返れないの？方法があるぜ。俺が新しいコンポーザーになる。どうやって？今のコンポーザーをぶっ倒すんだ。そっか。そっかって驚かないのか？二人ともすっごく真面目な顔してるから。方法ってもうそれしかないんでしょ？やってやる！絶対に。うん、そうだよね。じゃあ行こう。コンポーザーを倒す。俺たちが生き返る方法はこれしかない。俺は、ネク、行くよ。ああ。さあ、シキはね、ゲームをクリアしたから一応ここには帰ってきたけど、生き返ってはないっていうね。ヨシアはもう完全にゼタさんの攻撃受けちゃって、消滅しちゃったのかな？はい、じゃあ行きましょう。ね。お、ゼタさんのゴミ山。ねえ、何かあるよ。あのオブジェは、行ってみようぜ。さあ、ゴミ山。さあ、衝撃的なね。ゴミ山、自分の作ったゴミ山に潰され、あ、でもこれちげえな。キャッ、人が下敷きになってる。おい、こいつ、オブジェ死神。やられてる。マジかよ。こいつやばいぐらい強かったんぜ。自分のゴミ山が崩れてきて死んだわけじゃない。そんな間抜けじゃない。けど、こいつ以上力を持って誰かが。でもよ、でもよ、ラッキーなんじゃねえのか？だってよ、こいつをぶっ倒す手間が省けたじゃねえか。でもそれって、まあ細けえことは気にすんな。俺たちがついてるってことだよ。よし、行くぞ。さあ、ジュースまでね、こぼれ落ちちゃってるけど、大丈夫？で、まさかのね、ほんとゼタさんね、禁断化したゼタさんがね、ここで死んじゃうっていうね、これ退場しちゃうっていうね、もったいない。ね。あ、また禁断化してるからさ、また復活はできそうな気はしますけどね。うん。行きましょう。さあ、赤い扉。この、右のちょめちょめはなんだろう、パスワードかな？柱。ね、キーロックの横にパスワードを残してるっていう間抜けっぷり。あと少し我慢してくれ。ネク、大丈夫？顔色悪いよ。いや、大丈夫だ。行こう。さあ、死せる神の部屋。あ、ここはいつものあの部屋か。ここがコンボーザーの部屋なのか。ゲームマスター同士が話をしていた場所だね。地面。てか、趣味悪いな、この部屋。あ、間違えた。帰っちゃった。趣味悪すぎでしょ。床の下に、このピラニア飼ってるのかな、このね、形。で、こんなとこ、YouTuber みたいなこんなソファーとさ、テーブル置いてさ、YouTuber かよ。で、このビリヤード、これビリヤードなのかな、これ。サッカーのゲームか。あ、棒が生えてるから、サッカーのゲームっぽいな。サッカー好きなのかな？まあ、なんか、サッカーのサポーターって感じだもんね。さあ、じゃあ、喋りますか、彼に。ヘッドホンに。ようこそ、参加者の諸君。いや、君たちのゲームはすでに終わっている。今や、さまよえる死人といった、死人といったところだな。あなたは、グラさんかよ。コンポーザーはどこだ？なるほど、君たちが。コンポーザーに会ってどうするつもりかな？決まってんだ、コンポーザーをぶっ倒すんだ。諦めたまえ。
君たちはコンポーザーを見ることすらできない。何？コンポーザーは人類の幸福を第一に職務に与えられてる。いわばさまよう人類を正しく未来へと導く存在だ。故にコンポーザーの行動は常に慈愛に満ち溢れてる。そんな高尚な存在を君たちのような利己主義者が見ること、ましては触れることができると思っているのか。君たちとコンポーザー党では次元が違うんだよ。へっ、言ってる意味がさっぱりだ。まあビートには伝わるわけがない。俺がコンポーザーになって全員生き返らせるんだ。それだよ。その我欲が全ての苦しみの原因だ。他人を顧みない、この渋谷を転落させた。この渋谷はコンポーザーによる再生が必要なのだ。それを邪魔することは誰一人決して許されない。お、どうした？うわぁ、四季？あら、バッジをつけてなくても、あ、バッジをつけてたのかな。意識がない。おい、てめえ四季に何をした？からのボス戦。デージョブ、悟空みたいな、デージョブ。さあ、いきなりね、このグラさんとのバトルになりましたが、グラさん地味に強いんだよね。強いとか戦いづらい。いや、ゲームマスター全員戦いづらいな。言うてね、こっちらはもう2周目なんでね、余裕ですけど。このタコさん、タコさんじゃないや、ドラゴン。よいしょ。てか魚めっちゃやってくるやん。この程度か、この程度か、この噛みちぎる。まあ言うてね、この人は別に攻略法っていう攻略法は特にないんで、時間を止まれっていう時のあのあれを避ければいいだけなんで。この程度かって言いながら吹っ飛んどのあなたやん。このイライラ棒みたいなこの線が出てきたら線を避ければいいだけなんで、戦場に立たない。この程度か、この程度か、この程度か、だいぶ弱いね。おーおーおおお、めっちゃダメージ受けたよ。さあ、じゃあシンクロで止めさせちゃいましょう。いや、とどめさせんな、この手札。これは、あ、でもいけるか、いけるか、いけるか、いける、いけない、いけない、うおー、やっぱり手札が悪い。4いかなかったね。これからが倒せんかった。ちょっとね、ちょっとまだ HP 高かったわ、残っとったわ。この程度か。さあ、ネクテ、ネクテ、これでぶつかりまくれば倒せるはず。おっ、最悪ね、あのネクはこうやって避けながら、ビートてかパートナーだけこうやって動かせばね、どんなボスも大抵倒せるんで、このゲーム。さあ、なんかゲットした。一人でいると落ち着く。グラさんの気持ちを表したかのような、あれはバッチだわ。ニョロニョロみたいなね。ライトニングルーク、お、ルーク、やったか。さすがは選ばぬし者か。やったぜ。あとはコンポーザーだけだ。四季は、お、なんだ、四季、俺たちのこと分かってねえ。なぜ四季が、そうか、四季は確かあれを壊すのは、もしかしたらダメだ、このままじゃ俺たちがやられる。仕方ねえ、こうなったら許せ四季。やめろ、四季に手を出すな、バカ、危ねえ、後ろ。
さあ、なぜかね、にゃんたんまで目が赤くなっていたというね。死期は何度か止まったな。やっぱりこのバッジのせい、コンポーザーの羽駒さんのせいなのか。おい、ビート、しっかりしろ。ダメか。俺をかばって死期の攻撃をまともに。二人とも意識がない。死期も、死神も、渋谷も、みんな羽駒さんに操られてるのかよ。どうしてこんなことするんだ。俺は戦うしかないのか。クソ。でも、進むしか。一人で行くしかない。コンポーザー、どこにいるんだ。さあ、ビートもシキも倒れて、あ、いなくなってるし。さあ、どこに進むのか。ね。最初、初見でやった時は本当わかんなかったですけど。ここでね、このゲーム、素晴らしくこの世界のこのゲームシステム、スキャンを使うと、新たな道をね、スキャンできるんで、行きましょう。なんかドラクエみたいにね、道が開かれるんで。さあ、壁にはね、裁かれし者の道。この壁にはキャットのあのアート絵がたくさんありますが、このグラフィティはいつもそうだ。あんたの作品はどれももっと楽しめて、俺を励ましてくれた。ヘッドホンで閉ざした世界にもあんたのメッセージはしっかり届いてた。だから俺、いつもあの場所でグラフィティを見てたんだ。それだけで本当に楽しかったんだ。だからあんたがキャットって知った時は、正直震えた。あんたと初めて会った時から何か違うって感じた。あんたが言うことは不思議と信じられると思ったんだ。尊敬できる人にやっと会えたと思った。それなのにどうして？でももう迷わない。いつもこのカットやな。あんたに、羽駒さんに出会えたから。さあ。レクのね、尊敬する人と対決になるのかどうか。審判の部屋。シキ。ビート。ヨシワ。ブライム。みんながいたから、俺ここまで来れた。だから、戦う。ゲームマスター倒してるから、別に今パートナーいなくても、レクは消滅しないって感じなのかね。さあ、じゃあ審判の部屋行きましょう。消えていった仲間たちのためにも。ここは？出てこい、コンポーザー。俺と戦え。俺があんたを通せばいいんだろ。それがあんたの望みなんだろ。出てきて。俺と戦ってくれ。羽駒さん。羽駒？誰だそれは。お前はさっき倒したはずじゃん。まあね、グラさんがあんな簡単に倒せるはずがない。こうして会ってみるまで気づかんとはな。だがそれも面白い。ゲームが盛り上がるというものだ。どういうことだ。そうだな、答え合わせにしようか。少なくともコンポーザーは君が思い描いてる人物ではない。それにコンポーザーはここにはいない。ここにいたのは君が友人来る前の話だ。残念ながら今は不在だ。コンポーザーがいないんですね。それ以降は俺が UG を取り仕切ってきた。羽駒さんがコンポーザーじゃない。全部お前がやったのか。そう、全ては俺の計画だ。どうしてそんなこと。ネク君、君は音楽が好きか。急にどうした。ヘッドホンつけてるから音楽好きでしょ。しかし思考の音楽で最も重要なのはそれらを導く優秀な指揮者だ。これは世界にも同じことが言える。一人の指揮者のもと人類が一つの理想に向かえば思考の世界となる。一つの世界。君も渋谷で感じたはずだ。怒り、憎しみ、悲しみ、妬み、恐怖、劣等感。数え切れない自分勝手な欲望がぶつかり合う不快な雑音をね。この雑音が、その雑音がノイズなのね。やがて犯罪や戦争を生み出す。個性こそこの世界の不幸の原因なんだ。不幸の原因。個の隔たりを取り払い、思考を共有すれば
世界は不平も不安もない幸福な場所となる。世界の思考を共有、そんなことできるわけは。できるさな、このバッジがあればな。そのバッジ、それもお前の仕業だったのか。コンポーザーの参加者バッジをベースに俺が作った。渋谷は世界の注目を浴びている。つまりパクったってことね。参加者バッジを、キャットのデザインの参加者バッジを。つまり俺は渋谷から出ることなく世界も救うことができる。渋谷を指揮台に世界の指揮者となるんだ。きっと君も新しい渋谷を気に入るはずだ。さあ、その参加者バッジを外すんだ。コンポーザーの参加者バッジがレッドスカルバッジの効力を打ち消す。君に俺のインプリントは届かない。まさかのね、インプリントしてたっていうね。このバッジがインプリントを防いでる。参加者バッジは俺を守ってくれてたのか。君も人との交流が普通なはずだ。違うか。俺と君に新しい渋谷を作ろう。この辺の下りもね、キングダムハーツ2みたいなんだよね。下りっていうか、選択肢っていうか、やりとりっていうか。そんなの渋谷じゃない。俺は確かに人とのつながりは苦手だ。だから俺は耳を塞いだ。けど、衝突を避けてじゃ何も変わらない。それじゃ世界が広がらない。今を楽しめない。ぶつかって初めて見えるものがある。その瞬間は期待して、人は渋谷に集まってる。UG で俺はいろんな奴らとぶつかった。だから今ならわかるんだ。渋谷は今のままでいい。一つ聞かせてくれ。君は人が好きか。人は別に好きってわけじゃない。まあ、嫌いだけど、そうか。いずれにせよ、君にも変革が必要だな。戦うとき無駄だ。パートナーがいない参加者は無力に等しい。君に俺は倒せない。さあ、絶対絶命ネク君。俺は渋谷を救うと同時に君を救うんだ。このバッジさえなければ君を苦痛から解放される。君も浴びるといい。解放バッジってそういうことね。個性をなくして、個性の調達とかを争い事をなくすための、そういう世界から解放するためのバッジだったかもね。あれ？なんともない。バカな。参加者バッジは壊したはず。なぜインプリントが効かない？そうか。やはり君が選ばれしいものかな。どういう意味だ？説明する必要はもうすでにない。消えたまえ。待て待て待て。この俺を忘れてんじゃねえのか？コンポーザー候補のビート様を思うよ。ビート、シキ言ったはずだぜ。コンポーザーになるのはこの俺だってな。先に行っちゃうなんて、水臭いよ、ネク。私たちのネクの、パートナーでしょ？金子さんに言われたことをもう忘れちゃったの？お前ら。ほら、ネク、しっかりする。おい、ネク、一回しか言わねえぞ。もうおめえは俺のパートナーなんかじゃねえ。俺の友達だ。パートナーを超えた先の関係ね。ほら、ネク、まだ全部終わってないよ。ああ、黒幕は、あのグラさん倒せばいいんだろ。そうだ。三人いれば大丈夫。絶対にみんなで生き返るんだから。ああ、行くぞ。あと三人。お前たち三人を消せば、俺の渋谷は救われる。さあ、消えたまえ。さあ、北虹様、まさかのヘビ、ドラゴン、どっちもかな。辰巳だったっけ、名前何だっけ。なんか女の子みたいなね、名前なんですけど、めぐみか、めぐみ。そうまさかのこの本当の姿っていうか、あれがね、ノイズの姿がこれだったんだよね。ドラゴン、ヘビ、
違う、めっちゃ強いやん。ちょっと待って、ちょっと待って。にゃんたん、にゃんたん頑張ってくれ。やべやべ、結構あれやね、ダメージが強い。あ、しかも毒になってる。これ発動したの、オッケー。とりあえず、あ、カーソルとか行けた。そう、今回割と順調やね。あ、3.3 か。 3.3 はクソやな。せめて4行きたかった。とりあえず、あ、そっか、シンクロード使えば回復するから。あー、ドラゴンボールみたいなやつ。よしよし、オッケー。あえてこれに入った方がいいのか。これにまず入りましょう。これに入った方が変な攻撃をされなくて済む。オッケー。これであとは敵の近く、近くは行ってかんな。近くは危ないんで、この辺だね。あの、口から斜め左下に向かって発射してくるんで、あのゲロっていうか、弾を。とりあえずあれさえ避けれれば、割とあの、泡にわざと入って捕まるっていうのもね、戦いやすいかなと。さあ、もう一回シンクロやっていきますか。回復も兼ねて。言うて回復すんです。あお今回もボロクソだな。ボロクソだ。さあ。あ、見てなかった。まあ、3いたからいいやん、もう。さあ、これで倒せるかな。オッケー。で、あー、そっか、やっぱそうだよね。連戦だよね。ビート。あんま回復のバッジも使いたくないんで、回数があるんで。3回しか使えないからね。だからあえてあの、パートナーとのコンビネーション技、シンクロ技で HP 回復していった方が。空間パッドのこれを使える?オッケー。ほんと空間タップをね、タイプって使いにくいっていうね。おっ、全然ね、発動しないんですよね。しかもちょっとでも増えたら発動しないのかな。空間タップじゃない、空間ホールドはな。おっ、さあ、シンクロ使っちゃいますか、これも。シンクロで青を破壊できるのかな。あー、待て。手札が。手札ゴミっぽすやん。あ、でもいけた。オッケー。今回結構いいんじゃない？結構いいんじゃない？あの、3.7。ブロックやな。3.7 で満足してた。さあ、あとワンゲージ、あとワンゲージになれば本当ね、一瞬なんでね。一瞬って言いながら技が出ねえ。さあ、オッケー。倒した感じしなかったけど、最後攻撃当たったっていうか素通りしたって感じだったからね。さあ、このままでは
俺にはもう時間が。やあ、久しぶり。あ、この声は。お前は。そろそろタイムリミットだね。ヨシは？お前、生きてたのか？どうしてここに？まだだ。まだ終わってない。俺が渋谷を守る。さあ、バッチを変えてきましたね。回復を1個増やしました。で、これやな。ネクはもうダッシュで。あんまね、炎はね、使うとあれなんで、あ、もう。とりあえず回避しながら攻撃できるやつにして、もう食らっちゃってるけど、たくさん。あかんねえ。このダッシュのやつね、結構回復、リブートめっちゃ早いからね。すぐ使える。ありがたい。この繰り返しで勝てるでしょ。この繰り返しだったら絶対勝てるわ。オッケー。あ、これいいね。これタップすればいいんだよね。じゃあさっき他のやつはできなかったんだろう。順番に押せってこと？違う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 。ネクは移動するから、このネクダッシュが使いづらい。ネクダッシュって勝手に名前つけちゃったけど。さあ、よし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 。ビート来てくれよ、来てくれよ。なんダメなの？あ、敵をタップしないとダメなのかな、これ回復しちゃってますね。ほんとな、なんで？オッケーオッケーオッケーね。よしは。オッケー、あ、さあ多分、ドラッグとかいろんななんかやるんだよ。タップすればいいってわけじゃなかった。そういうことね。ビートをどうやったら発動するんだろう。時間短いんだよね。もうちょっと考える時間欲しいよね、あれ。ほんとね、シャニー様。なんか、強いってわけじゃないんだけど、ややこしいんだよね、条件とか。この時は使えるわけじゃないのか。とりあえずネクダッシュでちょっと削りつつ、ネクダッシュを回復する間は、他のサイキックでも、あれだね。次回攻撃受けてもいいよ、もう。あー、でも、ダメ。結構ダメージ受けた。やっぱ、あれ、気を許してた。最後の最後までネクダッシュをしないとね。オッケー！さあ、巨大な。
さあ、僕の勝ちみたいだね。くそこれまでか。俺は渋谷を守れないのか。あー、北西様もゲームやってたんだね。タイマー？なんで？なんであいつの手に？このままじゃ渋谷が。あ、過去。渋谷を終了させる？何ですか？ん？コンポーザー。渋谷に見切りをつけたってことさ。渋谷にはもう存続させる価値はないからね。だから終了させることにするよ。お待ちください。渋谷にはまだ多くの可能性があります。でもそれに気づけないほど渋谷の人たちの感覚が曇ってる。渋谷の状態はすぐに他にも波及しちゃうからね。取り返しがつかなくなる前に手を打たないと。では、渋谷が、現状の渋谷の人間たちが、より渋谷にふさわしい人間へと変化すればいいのですね。うん。だけど、今の状態じゃ無理でしょ？でしたら、俺にチャンスをください。必ず渋谷を構成してみます。おう、じゃあゲームをしよう。ゲームですか。うん、ルールは単純。渋谷を構成できれば、めぐみくんの勝ち。渋谷は存続だよ。できなければ？もちろん、めぐみくんの負け。渋谷も消滅ね。自分の存在をかけて渋谷を守るのであれば、それは本望です。ですが、コンポーザー、あなたが相手では。そこは安心していいよ。君にはハンデをあげるから。僕は RG に行って、めぐみくんには一切手を出さない。その代わり、君の対戦相手を用意させてもらうよ。君の言う、構成した渋谷とやらに少し興味があるからね。僕は、傍観させてもらうことにするよ。わかりました。ゲームにエントリーします。じゃあ、エントリー料は徴収しとくね。30日制限時間1ヶ月。めぐみくんの検討を期待してるよ。1ヶ月で構成するってなかなかのハードゲームやな。渋谷が消える。俺の渋谷が終了してしまう。ご苦労様、めぐみくん。なかなか楽しいゲームだったよ。俺ができることは全てやりました。もう悔いはありません。いいアイディアだったけど、惜しかったね。あともう一ひねり欲しかったかな。素晴らしい機会をお与えくださりありがとうございました。あ、消えた。北に消滅。どういうことだ。すべては僕が敷いたゲームだった。ヨシアがね、まさかまさかのコンポーザーだったっていうね。ゲーム、それってお前。わかりやすく見せてあげるね。そうだね。彼らがちょうどいいかな。ん？彼ら？何これ？体が動かねえ。四季、ビート。ネク君、僕なんだよ。僕はこの渋谷のコンポーザーさ。嘘だろ。まあ、動揺するのも無理はないね。ずっと一緒に行動してたんだし。でもね、ネク君、目の前の真実を受け入れてもらわないとね。僕はめぐみ君とのゲームをしてたんだよ。この渋谷の存続をかけてね。じゃあ、俺がやっていたことは、そう、僕のお手伝い。本当にご苦労様。ネック君のおかげでゲームに勝つことができてよ。俺、渋谷を。このゲームで僕がしたかったことはたった一つ。めぐみ君の対戦相手を用意すること。RG から一人だけね。それが、俺だっていうのか。その通り。さすがはネック君、理解が早いね。僕が選んだだけのことはあるよ。俺を殺したのは、オブジェ死神じゃ。彼は僕を狙ってたのさ。彼は以前からコンポーザーの座を狙ってたからね。RG でなら僕を殺せると考えてみたいだけど、ちょっと計算が甘かったようだね。コンポーザーはね、死神と違って RG でもある程度力が使えるんだよ。彼は目的を達成できずに UG へ逃げ帰った。でも、僕彼のことも気に入ってるよ。彼のおかげで一段とゲームが白熱したからね。でも少し熱くなりすぎちゃったみたいだから、彼にはさっきご対象いただいたよ。あ、やっぱヨシアだったんだね。物を動かせるからね。ヨシアは。やっぱり、あいつを倒したのお前だったのか。なんだ、気づいてたの？さすがネック君だね。ネック君とめぐみ君が新鮮なゲームが、じゃあ、彼に邪魔されちゃいけないでしょ。僕がネック君を迎えに行った時も、RG までついてきて邪魔してくれたしね。RG までって、まさか。
それじゃ、僕が預かってた記憶を全部返してあげるよ。何？さあ、はあはあ、俺を殺したのは、せっかく分かり合える友達ができたと思ったのにお前だったんだな。俺を殺したのはさあ、ネク君、僕とゲームしよう。騙したな。勝者がコンポーゼになるゲームだよ。勝者は渋谷を好きにできる。ネク君が勝ったらネク君の好きな渋谷、僕が勝ったら僕の好きな渋谷って言ったらどういうことか分かるよね。さあ、ヨシアが勝っちゃうと渋谷がなくなっちゃう。僕とネク君で打ち合いのゲームなんだから。ルールは至ってシンプルだよ。今から10数えてカウント0で打つ。ただそれだけ。簡単でしょ？ふざけてなんかないよ。人生の分岐点なんて案外こんな単純なものさ。ネク君。変な顔。羽駒さんに言われたこともう忘れちゃったの。俺は、そうそう、エントリー料はもうもらっておいてよ。じゃ、ゲームスタート。なんだよ、なんだよこれ。はい、セブンデイズレーダー、7日後。いつもと同じような街並み、いつもと同じような人混み。ここはあの時と全く変わらない渋谷だけど、俺やっぱりお前のことは許せない。あの数日間の出来事、ありえないほど辛かった。
人を信頼すること、人に裏切られること。俺が今まで思っていたこの街は、狭くて息苦しい退屈な街だった。でも違った。ネクが何を考えてるのか知りたい。他人と触れ合うからこそ、今までとは違う自分を発見できる。本当は怖い。生き返るのが怖いの。おいヘッドホン、一度しか言わねえぞ。よく聞け。頼む。俺を手伝ってくれ。ネク、初めて名前で呼んでくれたね。何言ってるの。ネク君は負けられないんでしょ。自分を諦めたら世界を諦めるのと同じだよ。もうお前は俺のパートナーなんかじゃねえ。俺の友達だ。本当の私に会っても友達でいてくれる？みんなと出会えてよかったと思ってる。今までは見えなかった何かが見え始めたような気がするから。パートナーを信頼しろ。俺はお前を許さないけど、俺はお前を信じる。俺が今この渋谷を歩いてるってことは、もう渋谷は、この世界は大丈夫なんだよな。そうだ、俺友達ができたんだ。今日は一週間ぶりにみんなで会うことになってる。お前も来るよな。おーい、こっちこっち。はい、ということでですね、メインストーリーは終わりました。まあちょっとまだね、エンディング中にカットがあるんですけど、そう、7日後ね、ビート、ライム、あとはそう、ネクにできた友達とね、こうやって実際 RG へ戻って久々に会うっていうね。しかもあのハチ公前、まあ、渋谷の存続をかけたね、最後のゲーム、ね、友達であるヨシアは打てなかったんですけど、ヨシアに負けてしまったんですけど、まあ、あの渋谷はね、消滅せず存続をしてるっていうね、ヨシアの意図は、深くは分かんないですが、いやー何回やってもいいですね、やっぱ。すいませんか。ね。なんだろうね。ビートとネクの友情物語じゃないけど。一番のやっぱ主役はこの二人だもんね。ネクとビート。いやーでも違うな。ヨシアも、ヨシアとネクのペアもあれやし、シキとネクもいいし。全部のペアがいいな。はい。というのが、まあメインストーリーですね。まあまあ、もうちょっとあるんですけどね。もうちょっとカットだけあるんですけど。はい。というのがメインストーリーでした。で、クリア後の追加シナリオが、このスイッチ版にはありまして、あ、ニューデイっていうのがね、クリア後の話なんですけど、それは実況はね、このメインストーリーより先にやっていて、もうすでに公開済みなので、気になった方はそちらもよかったら見てください。はい。で、あとね、もう一つ、まだやってないシナリオがあって、パラレルワールド的なね、追加っていうか、パラレルワールドのシナリオがあるんで、それをまた次回以降ね、少しやっていこうかなと思います。で、来ましたよ。ネクの友達は、ビーとライムだけじゃない。シキもね、ニャンタも。ニャンタ。ね。で、ヨシアは遊びに来なかったのかな？はい。あと、シークレットレポートっていう、まあ、レポートがあるんで、それもどっかでね、また、ロード形式でやっていこうかな。はい。っていうのを考えております。はい。それではね、ここまでご視聴ありがとうございました。
はい、このチャンネルではこのようにゲーム実況の方をしております。よかったらチャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。はい、じゃあ、あとはね、スタッフロールをお楽しみにください。スタッフロール終わった頃に動画も終わる予定なので、はい。それではね、ほんと最後まで、最後っていうか、まあご視聴ありがとうございました。次回はメインストーリーとは外れたパラレルワールドのお話をやっていこうかなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。またねー。Come on.